こちらのマイナンバーカードをこちらの機械に差し込み、顔認証または暗証番号を入力することで、健康保険証がなくても診察を受けることができます。今月からマイナンバーカードを健康保険証として利用できるシステムの導入が医療機関や薬局で原則義務化されました。これまでの健康保険証ではなく、マイナンバーカードにすることでメリットがあるといいます。仕事が変わっても保険証の切り替えが不要であるとか、新刊でもパッと入るから入力しなくて楽だねとかね、そういうのはあります。さらにマイナンバーカード普及のため、健康保険証の場合初診料が18円上乗せされるのに対し、マイナンバーカードを使うと6円で済みます。しかし、持ってます？マイナンバーカード。カードは持ってます。持ってる。持ち歩いてます？使えますよという、ね、掲示などはしておりますし、端末も置いてはいますけど、まだ今のところマイナンバーカードで受付に来る方はほぼいないという状況ですね。来院した人の中にもマイナンバーカード自体持っていない人がいました。申請はしてますね、はい、少しでも安くなるんだったらそっちの方がいいかなって思いますね。ゆくゆくは免許証も全部一体化になるって言ってたんですけど、そうなった時に一気に作ろうかなって考えてます。一方でこんな事情も。マイナンバーカードセンターです。こちらでは現在マイナンバーカードの交付が2ヶ月以上も遅れているということです。最大2万円分のポイントを受け取れるキャンペーンで駆け込みの申請が殺到し、カードの交付が最大で3ヶ月待ちになっています。2ヶ月ぐらいですかね。ようやくこれで申請できるなって一安心します。ちょっと遅くなってるかなというような方もおられると思うんですけれども、待ってても大丈夫ですよということで、ちょっと安心していただければ嬉しいかなと思います。健康保険証としても使えて便利になったマイナンバーカード、メリットが浸透するにはしばらく時間がかかりそうです。